ENXB のマイカです。はい、私が5スターね、一番印象深かった試合といえばもちろん去年の5スター決勝戦、鈴木すずとの対決になります。決めた理由としてはもうみんなわかるでしょう。本当に優勝しなければいけなかったところで、私のね、まだまだ不甲斐なさでやっぱ負けてしまった、もうその悔しいって思いがね、一番いまだに残ってる、そういう試合になっております。注目するところって言ったらね、私は5スター公式戦ね、2戦やってるわけですよ。で、鈴はなんかアクシデントでなんかよくわからない試合だったから、まあ言い訳じゃないよ、言い訳じゃないけど、その2戦目っていうのを踏まえた上で皆さんにはご覧になっていただきたいなと思います。そして今年の5スターね、もちろん優勝、いや今年の私は一味違う、全勝優勝、これに限りますね。皆さんぜひとも今年の5スターもお楽しみに。それではさらばだ。5スターグランプリ2023優勝決定戦、選手入場。まずはブルースターズ1位マイカ選手の入場です。2023年 9.30スターダム横浜武道館大会5スターグランプリ2023優勝決定戦、メインイベント、いよいよ2023年のシングルの頂点が決まります。王手をかけたのはまず一人、ロンナ・デルモンド。ホームランは真紅の号砲マイカです。見事にブルースターズ1位の座を手にしました。さあ頂点まであと一つ、自身が望んでいたスターダムの新しい時代、世代の壁というものをぶち破り、我々に新しい景色を見せてくれるでしょうか。
はレッドスターズ1位鈴木鈴選手の入場です。さあそしてレッドスターズ1位初めてのファイナリスト、もちろん狙うは初優勝。今日は運も持っています。極太の月も持っています。流れはこの鈴木鈴にあるのかもしれません。最終公式戦今日の戦い、本来ならば上谷沙耶との一戦が用意されていましたが、上谷沙耶は欠場によって鈴木鈴の最後の公式戦は不戦勝、2点を手にし12点、東羅夏子が敗れたことにより、中野タムが敗れたことによりこの鈴木鈴が生き残りました。だがこの過酷な5スターグランプリ文句なしのファイナリストです。ただいまより本日のメインイベント5スターグランプリ2023優勝決定戦時間無制限一本勝負を行います。青コーナーブルースターズ1位162センチ60キロ、ホムラマウシンクの号砲マイカー、ここまで来たら何の迷いもありません。あとは頂点に駆け上るのみです。マイカースターズ1位153センチ52キロ、紅の狂乱娘鈴木鈴。そしてこの鈴木鈴が5スターグランプリの頂点に立ち、スターダムに革命を起こすか。レッドスターズ1位とブルースターズ1位の優勝決定戦は時間無制限一本勝負で行われます。解説は大江真方さん、そしてゲストはジュリアス選手です。さあついに現実のものとなって、今ジュリア選手の目の前にマイカ選手と鈴木鈴選手が並んでいます。いや、こんな日が来るなんて。今ゴングです。想像もつかなかった。そうはさせじと戦っていたジュリア選手が、はい、いざこうやって自分たちを乗り越えて優勝決定戦を争う姿を見ると、また違った感情がね、自分に湧き上がってきた、そんな感覚でしょうか。素直にこの2人が決勝の舞台に立ってる、この2人っていうのが嬉しいですね。もうそれは混じりっけなしにピュアに嬉しいと。ピュアに嬉しい。近くで見てきましたからね、ジュリア選手もね、この2人の生き方というものを。そう、それぞれ別の場所でだけど、こうやって交わるのがプロレスなんだなって。そうですよね。いや、大江さん、はい、プロレスはね、はい、点と点がね、つながると想像もできなかった点と点がつながってドラマになるなんて言いますけども、はい、まさにこれですよね。そうですね、結局それが線としてつながってたということですよね。おー、ラリアット。このマイカとの関係性もそうです。そして鈴木鈴との関係性もそうです。そこにはジュリアがいます。お続きください。選手の前に広く上げてください、ね、ジュリア選手本人もびっくりじゃないですか。まさかこんな形になるなんて。はい、おー、場外、これは厳しい。そしてね、2人ともジュリア選手に負けずとも劣らない気の強さです。いいね、こうなりますよ。いいね、いいね。みんな爆弾です。爆弾の持ち主です。やられたらやり返す、いや倍以上3倍にしてやり返す、それがマイカと鈴木鈴の流儀です。今日はこの位置のリングサイドのお客さんって大変ですよ、何回も動いて。だがマイカ切り返す。おおおお客席の中に突っ込んでいったのに、何かやったかと言わんばかりの鈴木鈴。この2人らしいな、実にマイカ・スズキ・スズらしい戦いを今ジュリア選手の目の前で戦っています、はい、何かもう
場外カウント進んでいますが、おお戻った、やろうぜ、決着をつけようぜというお互いの意思の疎通がありました。まあでもね、まだ心に気するものがありますが、ジュリア選手、はい、純粋にこのマイカ対スズ、スズどう分析しますか。スズは第0試合で、はい、今日はパパッと終わり、マイカはさっき結構ハードな試合しましたよね。未来選手とすごい戦いしましたね。で私もちょっと去年2試合やって、はい、その2試合やった時の感覚 でやっぱ覚えてるのは、はい、来るんですよ、途中からその疲労というかガクッと、はい、おースライディングジャーマン、はい、それがどこでマイカに出るかですかね。そう、それをもう来させないで、もう勢いでもう行くしかないです。ここはねじ伏せるみたいな感じですか。そう、でもマイカはそれだけのパワー持ってるから、はい、マイカー高い鈴のミサイルキック、でも来させないように何かもう一気にいってるのは鈴木鈴の方です。そうね、ああさらにはチャンスだからね、鈴からしたらこれは、いやこれは大チャンスですね。大チャンス。でも鈴木鈴にしてみれば、まあ望みをかけて待っていた立場でした。第0試合のバトルロイヤルなんで、うん、これジュリア選手相当時間経ってますよね。時間経ってます。その肉体を冷やしてはいけないとか気持ちを切らしてはいけないというような、かなりのやっぱ鈴木選手にとっても難しい部分はあったと思いますよね。しかも鈴木もガンガン行くタイプだから、はい、ね、なんかどこまでね想定していたのかどうかは分かりませんが、これでもスイス選手にとってもじゃあバトルロイヤルだったから楽だというわけにはいかないでしょうね。ダメージはもちろんマイカ選手のがあるでしょうけども、あとはもう本当テンション、テンションだと思う。あ、そういった部分で激しいとは1試合あれだけの試合が経過しているマイカ選手、テンションという部分ではだ、そこでもうなんかいい意味でこうねハイになっちゃってる状態を保つマイカ選手が、そう、はい、そこが多分大事だと思う。でも鈴選手もいい感じにこれ入って、おお、かした。さあここでマイカが行く、かわす、ロープを使ったスタラ、場外に投げるな、うそー、よう喋るな鈴は。場外に向かって投げるそうですよ皆さん。ああ危ない危ない危ない、いくらなんでもこれは無茶です。食らったらマイカもひとたまりもありません。逆にマイカがリングに向かって投げさせない。ラストショット、鈴が行く、鈴が行く、捕まえた、パワースラム、高い、素晴らしい、素晴らしいね、本当に安定感。いやもうここまでいったら理屈じゃないですねマイカはね、さすがです。上げて、おー声も出るし、超対空式、まだ行かない、まだ行かない、なんならなんなら屈伸して呆れたパワーです。パワー、さあカバーに入る。ちょっとあの未来選手とあの試合をしたってことが昨日の出来事のような錯覚に陥りましたね今ね。乗ってるね、乗ってますね、気持ちは乗ってるね、乗ってます、うん、何も心配はありません。心配ないみたい。そう来なくちゃ。ここからなんだなんだ。おい！叩きつけました。やはり捕まえたらどういう形でもバスタースラムに持っていけるマイカの強さです。このね足腰の強さ、骨の太さ、芯の強さ、マイカは揃っています。さあここはエンカ落としを狙いますが、あー敵、おお、どちらも得意技、必殺技は警戒しています。ラリアット、めっちゃいいぜ、バックを取った、ジャーマンスープレックスホイップ、投げた投げた、鈴の方が遅れた。いいね、元気だね2人とも。
おお、パンチ、くるくるくる、倒れた、ダブルダブル、パンチしかるな、おら、パンチ使うな、おら、パンチ使うな、おらって言っても無理だよ、この二人は、はい、使うよ、使ったら使うし、使われたら使います、ざっくり使うなよ。いやでも大江さん、はい、これはすごい戦いになってますね。すごい戦いですね。やっぱり先に出した技は必ず相手も返していきますから、はい、だから一つ一つに、まあ、倒れるなりなりして決着がつくわけですよね。その技の繰り返しですもんね。でそれ重ねれば今もうカウンター 両方で、ね、同時に当たったんで両者ダウン、ダブルノックダウン入ってますよ。カウントこれ10までに立てないと。6まで行きました、6まで行きました、7、まだ両者立てない。レフリーのカウントは続く。9、なんとかギリギリ立ち上がる。さあここで再びスパイ、違う、ドルフィンバスターカウント2。いや力ありますね、鈴木鈴、まだ全然ピンピンしています。やっぱ男子をすごい投げてたから、はい、軽く感じるって言ってました。やっぱそうだね、重い人でやってるとね、そのやっぱりそういう重量感っていうのは軽く感じるんですね。時にはハードコアデスマッチまで、その戦いのフィールドを広げていった鈴木鈴、修羅場がくぐっていった修羅場の数が違うか。いやだがマイカもこのスターダムで歯を食いしばって戦い抜いてきた時間、それは確実に彼女の力になっている。なんとクラッチを外さないからのブーバサー、まだ行く、まだ行く、なだれ式ブレーンバスターが一発目のスリーアミーゴスなんて初めて見ましたよ。でこのブレーンバスターでスリーカウントが決まるって思わせることができるってすごくない？そうね、やっぱりそれだけの説得力があるんですよ。すごいよ、うん、マイカ選手はずっとこのブレーンバスターをね、様々な形使い続け自分のものにしてまいりました。食らった鈴に対してはブレンバスターと思ったかもしれません。だがこれがマイカのブレンバスター、サザンカー、またもや後頭部をマットに2出した。鈴木鈴返せるか、あ効いてますね、相当効いてますね、すごいね。あの人間をこうマットに叩きつける上でのその説得力はその女子レスラーでピカイチじゃないですか。やっぱりねプロレスラーになる前に大道のドライバー狙いますが、これは鈴木、抜け目ありません。ラリアット、まあ、実業団レベルまで持っていった、はい、ベースの柔道ですよね。そうですね、ベースはもう大事ですね、はい、まあ、それをまたプロレスにしっかり活かせるというね、ただの格闘家じゃプロレスはできないですから、やっぱりそこですよね。おお、スパニッシュフライ、ここでマイカに持っていないものを鈴木鈴は打っていきました。さあジュリアス選手双方追い詰められて追い込まれてからの勝負ですね。鈴はねまだね見せてない動きも、はい、とんでもない、まさに後方です、シンクの後方です。マイカ大砲が鈴木鈴に襲いかかる、エンカー落とし、すごいすごい、ファイブスターグランプリ優勝を決める、カウント2、なだれ式ブレンバスターも出した、サザンカも出した、はい、エンカー落としも出した、決まりません。でもこれこの後の鈴の巻き返しというところ、どこに持ってきますかね。そうですね、反撃できる力が残っているのか。そうですね、そしてジュリア選手、マイカの気持ちは切れてませんかね。いや、毎回もう今このまま行くしかないでしょう、ないですね。あっ、今何か反応しようとしたすぐに対してマイカはディスカスラリアット、そして未知の区、あーかわした、それでもかわす、あーリバーブランテンしたいな、マイカ返せるか、反対から
も隙も絶対に見せられません。ここはラリアット、重い、まだ重さを持っているマイカのラリアット、それをワンで返す。さあゾーンに入った鈴木スズ、このゾーン、さあグラハヤ、ジュリア、そして今決着がついた瞬間、また違う思いというものがジュリア選手の胸中には湧き上がっていることでしょう。勝負は残酷です。勝者がいて敗者が生まれます。今日この瞬間勝ったのは鈴木鈴です。まずは大江さん、はい、この結果、いやーこれはでもね、もちろん、お互いのね意地もものすごく見れましたし、その技術の交わり合いもものすごく高いレベルで見れましたし、この16分間を見たっていうのはものすごい、これ僕に勲章ですね。本当に今指さしています、鈴木鈴がジュリアのことを指さしています。こんな未来が待っているだって誰が想像できたでしょうか。このスターダムのリングで鈴木鈴とジュリアがこんな関係性になるだって誰が想像したでしょうか。こんな未来、これだから人生はプロレスは面白いと言わざるを得ません。この間まで姉妹で大喧嘩してたんですから、はい、去年がジュリア、そして今年が鈴木鈴、今のスターダムを何か象徴するかのような5スターグランプリ、そしてやはりこのマイカが頂点をつかみ損ねたという悔しさ、それも確実に残ります。月並みな言い方ですが、どちらが勝ってもおかしくなかった、どちらが頂点でもふさわしかった、そんな5スターグランプリの優勝決定戦でした。さあそして優勝者から指を刺されたジュリア選手、はい、優勝決定戦の試合いかがだったでしょうか。いやーすごかったし、
やっぱすずはそのまだねここに来て結構見せてないものが結構あるのを出してきたなって、はい、まだまだこの時点でも隠し持っていたものがあった、うん、多分しかもまだあるんだよ。まだありますか。そう、やったぞ、やりましたよ、間違いなくやってみせました、やってのけました。あの鈴木鈴がスターダムの夏のシングルリーグ戦ファイブスターグランプリの優勝者です。いやー大江さん、こんなことってあるんですね、はい、すごいですね。だけどね、やっぱりそのスターダムがね、あのこれだけ大きくなればなるほど、これは鈴にもマイカにもものすごいプレッシャー、それをね最後メイベントを締めるという上ではね、いろいろな戦いがあったと思うんですよね。だけど2人はものすごい試合をしましたね。そして勝利を収めた鈴も本当に立派ですね。マイカ深々と頭を下げます。ここまで来ました、ここまで来ることがどれだけ辛く厳しいものだったか皆分かっています。スターを優勝したということはプロレス界の顔に近づいたんじゃねえか。私はな、ファイブスター優勝してやりてえことがあんだよ。両国国技館まで待てねえよ。11月18日大阪エディオンアリーナ第一競技場で赤いベルトに挑戦します。その時のな、チャンピオンが中野タムであろうが、挑戦が決まってるトーラ夏子であろうが、私はファイブスターで2人に勝ってんだよ。だから結果は見え見えだろ。鈴木鈴が天下無双してやります。ファイブスターグランプリ2023優勝、鈴木鈴木。そこに感傷的な姿は言葉も一切ありませんでした。実に最後まで鈴木鈴らしい言葉と、そして自信と笑顔がありました。ファイブスターグランプリ優勝者、歩みを止める気はさらさらありません。次なる標的は赤いベルトのチャンピオン、 10.9 名古屋大会で中野タムとトーラ夏子のワールドオブスターダムが行われます。その勝者である、その時点での赤いベルトのチャンピオンに 11.18 大阪大会での挑戦を表明しました。この勢いのまま鈴木鈴は一気にベルトでもスターダムの頂点に駆け上がろうとしているのでしょうか。ファイブスターグランプリが終わってもそこに息つく暇はありません。戦いは今この瞬間から始まっています。だが今日というこの日は2023年9月30日この横浜でスターダムのリーグ戦の頂点に立った鈴木鈴のその姿を目に焼き付けたいと思います。